ライブハウスサウンドノート名古屋は愛知県名古屋市天白区にあるライブハウスである。プロジェクト T が運営。同社が所有する3階建てビルの1階部分にあり、2階には同社が運営するリハーサルスタジオ、3階も同様に同社が運営するライブハウスである。不定期に休館する場合がある。ホール内は一般的な黒を基調としたデザインとなっている。学生の利用が多いため、 控え室にギターをかけるスタンドやフックが多く見られる。ホール内は分園となっており、喫煙エリアが設けられている。定員は150名。全席着座の場合は60から70人。幅5.48メートル、奥行き5.4メートル。ステージ及びホール内には18個のムービングライト、4個のムービングスポット、4個のムービングバー、3個のレーザー、2個の 目つぶし23個のパーライトの構成。ステージ後面には LED ディスプレイを備えておりそのサイズは約180インチである。アーティストロゴの表示、動画の再生、映像を流しながら音声をモニターアウトできるのでドラマーがクリック音を聞きながら映像に合わせての演奏も可能となっている。また、ビデオカメラで撮影されているリアルタイムの映像の投影も可能。 表示するパソコンが LINE、Skype のアカウントを有しており、背面ディスプレイを使っての映像通話ができる。客席後方にプロジェクターを備えており、中央にある透過式のスクリーンに設置されたビデオカメラの映像を投影することが可能である。演者は左右反転に映されたモニターを見ながら、立ち位置の調節などができ、後方の客席からも、 透過式のスクリーンによるビデオの映像を見ることが可能となっている。エレクトロボイス社製の TX2152、スピーカー左右と雨熱理で4発設置されている。最前列中央付近の音量バランスの悪化を防ぐため、センタースピーカーが中央に配してある。100円の有料コインロッカーがホール手前の通路に30、演者用に18備えている。 ありがとうございます。